先日うちのトイプードルの目元と口元をセルフカットしてみたんですけど、その結果顔のパーツが中心に集まってしまいました。こんにちは、今日も近未来型乙女ゲーム昨夜の実況プレイをやっていきます。こちらのゲームは幼少期に亡くなった幼馴染春樹の記憶情報を引き継いだほぼ人間なアンドロイドの昨夜と恋に落ちていく作品でして、主人公の名前は西のカタカナと名付けてプレイをしております。昨夜をペットとまでは言いませんが、家事担当の同居人程度だったところから恋愛関係に発展していきそうな予感のシーンからです。早速ご覧いただきましょう。どうぞ。ヒロインは春樹の墓参りに行ってきた帰り、昨夜はバイト先の歓迎会に行ってきた場面からですね。ただいま。お帰り、思ったより早かったね。ヒロインの方が先の帰宅のようです。他の人はまだ飲み屋さんにいるよ。え、帰ってきちゃってよかったの？主役なのに。うん、あ、ちゃんと空気は読んだよ。霧のいいところで帰ってきた。そう、ちゃんと空気読んでねって伝えてあったんですよね。そう。はあ。リビングに入るなり、昨夜はどさりとソファーに倒れ込んだ。やっぱり家が落ち着く。楽しんでこられた？うん、楽しくはあったけど、ちょっと疲れた。まあこういうところ人間的ですよね。お疲れ様。カタカナは今日何してた？私はゴロゴロしてて、それから神道を。余計なことを思い出しそうになって愚痴をつぐむ。昨夜がむくっと体を起こした。神と一緒にいたの？まあ、この神くんっていうのもね、幼馴染メンバーの一人なんですよね。まあね、ちょっとだけだけど。ちょっとね、神くんに嫉妬してるんですよね。昨夜とセックスできるか？これね、突然出てきましたけど、シンくんから言われた言葉なんですよね。え、何？どうしたの？カタカナ、いきなり顔、真っ赤だよ。なんでもない。思い出し、怒り、的な？思い出し怒り？初めて聞いた。ちょっとね、なんかいろいろ思い出して。何を思い出したの？気になる。昨夜には関係のないことだよ。そう。ただでさえね、嫉妬深い状況にもかかわらずこう言われてしまうとね。私、お風呂入ってくるね。あ、俺も入りたい。は？何言ってんの？え、いいよ。俺は後で。一緒に入るという意味で言ったわけじゃないということね。入ってくる。どうぞ、ごゆっくり。まあ一緒にね、暮らしてはいるけど、まだ恋愛関係ではありませんからね。ダメだ、昨夜のことを変に意識してしまう。何もかも、真のせいだよ。なんで私が昨夜と。そりゃ、昨夜のことは好きだけど、まあそれをね、シンくんに相談したところ、じゃあセックスできるかと言われたわけですよね。昨夜は私のこと、どう思っているんだろう。家族、それだけなのだろうか。キスをしそうになったのも、映画で得た知識の刷り込みがあっただけだから。もし、あの時あのままキスをしていたら、私たちの関係は何か変わっていたのだろうか。変な無言になってますね。何？え？俺の顔なんかついてる？お風呂入ってきたばっかりだけど。ううん、綺麗、すっごく綺麗だよ。よかった。昨夜にしては珍しい本読んでるね。面白い？ああ、これ店長におすすめしてもらった本なんだけど、面白いよ。昔の日本には本当にいい文学者がたくさんいたね。まあこれはどれぐらい古いことを言ってるんでしょうね。まあこの世界観が近未来ですから、今出回ってる本ぐらいのことを言っているのかもしれません。そうなんだ、私も読んでみようかな。ぜひ。変な沈黙が流れますね。わ
私、そろそろ寝ようかな。え、ずいぶん早いね。明日、日曜日なのに。なんとなく。そっか。昨夜がしおりを挟んで、パタンと本を閉じる。じゃあ、俺も寝る。え、別に昨夜はまだ起きてていいんだよ。なんとなく。そう。おやすみ。おやすみ。いつもならここでそれぞれの部屋に分かれてそれっきりのはず。だけど、昨夜、ほとんど無意識のうちに呼び止めていた。ん？あのさ、うん。今日、一緒に寝ない？え？昨夜が瞬きをする。あまりの恥ずかしさにこらえきれず、急いでうつむいた。いいけど。まあね、一緒に寝た経験一度ありますけれども、まあただ添い寝という感じでしたよね。まあその時は昨夜くんからの依頼でというところだったので、まあその借りもありますからねっていうところでしょうか。何かあったの？ううん、なんとなく。そう。前も思ったんだけど。え？二人で寝るにはちょっと狭いよね。うん、まあどのぐらいのサイズ感なんですかね。まあシングルベッドっていうよりはセミダブルぐらいな感じですかね。そうだね。カタカナちゃんと寝られる？大丈夫。前も普通に寝れたし。そっか、よかった。なんて言ったけれど。寝れる気がしない。お休みを交わしてから30分。眠気は一向に訪れる気配はなく、それどころかどんどん目は冴えていくようだった。まあ、いつもより早めの就寝というところもあるでしょうけどね。もともといつもよりも寝る時間が早いせいでもあるだろうけれど、何より背後にいる昨夜のことが気になってしょうがない。まあね、異性として意識し始めてからは初めてのベッドインですからね。背中同士が触れ合っている部分が妙に熱くて、離れたくて仕方ないのに意識しすぎてちょっとも動けない。はぁ、バカだな私。勢い余って一緒に寝ようだなんてわけのわからないことを言ってしまった。真に言われたことを気にする必要なんかないのに。そうだよ、意識なんてしちゃダメ。寝よう。大抵の悩み事は寝たらすっきりするもんね。まあその時ね、昨夜くんにはそう声をかけました。自分の悩み事はどうでしょう。ぎゅっと目をつぶると、不意に昨夜が動く気配がした。背中に感じていた熱が離れて、昨夜がベッドから降りるのが分かった。まあ今回のね、この添い寝はね、両思いかどうかを確認するための添い寝にもなってきますからね。事情が前回とは違います。え？昨夜？つい起き上がって声をかける。部屋を出て行こうとしていた昨夜が驚いたように振り返った。え、あれ、ごめん、起こしちゃった？ううん、もともと寝てなかったし。そうだったんだ。なんか寝られないよね。そうだね、時間早いしね。トイレ？自信なくて。ぼそっと、ほとんど聞き取れないような声で昨夜がつぶやいた。え？自信？なんの？いや、なんでもないよ。首を振って昨夜はきびすを返すと、再び布団の中に戻った。何がしたかったんだろう。うん、トイレでもなかったということね。嫌な沈黙ですね。沈黙が多いですね、今回は。カタカナ、寝た？まだ。そう。寝てほしいの？うん。ん？カタカナ、俺がいないと寝られない？え？お化け、怖いの？まあ、以前はね、そんな話もありました。え？
あ、ううん、それはもうだいぶ忘れてた。けど、昨夜のせいで思い出したかも。え、ごめんなさい。いいけど。昨夜も寝れないの？うん。寒い？ううん、どっちかというと暑い。そう。あのさ。ん？今日、シンと何してたか聞いてもいい？あ、これが引っかかっていたんだね。え？なんか、カタカナちょっと変だから、なんかあったのかなって思って。え？いや、何もないよ。そう？シンとはお墓参り行ってきたの。お墓参り？博士の？まあ、博士っていうのはね、お父様のことですよね。まあ、そのお父様に開発されたのがこちらの昨夜です。うん。ハルキ？うん。そっか。寝れないね。まあね、そのハルキくんの記憶情報を受け継いだのが昨夜くんですからね。そうだね。昨夜は今日歓迎会で何したの？ボーリング。へえ、どうだった？俺、ボーリングの才能あるんだって。まあ、アンドロイドですからね、その辺正確なのかもしれません。そうだろうね。あと、みんなで写真撮った。いいね、見たいな。もらったらまた見せるよ。うん、スマホで撮影したのが送られてくるわけじゃないんですね。まあ、この近未来だとまた違うシステムがあるのかもしれません。うん。それから、昨夜が一瞬言いよどむ。どうかした？田内マリアさんに告白された。うん、バイトメンバーの一人ですよね。アイドルに似てるでおなじみのキャラクターです。え？ぎくりとする。そうなの。まあ、ずっとね、このヒロインからは嫉妬の対象になってきたキャラクターですけどね。うん、びっくりした。え、なんて答えたの？断ったよ。そうなんだ。よかった。でも、断っちゃってよかったの？うん、俺、あの子のこと、そういう対象として好きではないし、面白い子だとは思うけど、まあね、職場の人ですからね、気まずくなっちゃう部分はあるでしょうけどね。へえ。そういう対象として。昨夜はさ、うん？そういう対象として、誰かを好きになったりすることってある？うん、ここは抽象的に聞いていきますね。あ、まだ外に出て間もないし、そんなこと聞かれてもわからないよね。まあ、このバイトデビューするまではずっと家に閉じこもって家事を手伝うような形でしたからね。あるよ。え？あるよ。人間が恋と呼ぶものを、もしかしたら俺は正確に理解していないのかもしれないけれど、本や映画で定義されるものが正しいのなら、俺のこの気持ちは恋だと思う。好きな芸能人でもいるの？ううん。バイト先に好きな子できた？マリアさん以外にさらに可愛い子がいるんでしょうか？ううん、それも違うようです。長いんだ。え？もう何年も前から俺は一人の女の子に恋をしているんだ。何年も前から？ねえ、それって。まあさすがに感づきますよね。昨夜が無言で起き上がる。ごめん。まるでうめくようにつぶやいた。カタカナ、今日は一人で寝て。好きな子はね、このヒロインですよって言ってるようにも捉えられたんですが、一人で寝てほしいんだね。え？やっぱり自信ないんだ。しっかりしようと思ってるんだけど。ん？ちゃんと自分をコントロールできるかわからない。最近特に
うまくできてないから。どういうこと？俺には子孫を残すためや快楽を求めるための肉体的な欲求はないけど、文化的に植え付けられた性欲は多分一般的な人間の男性と同じくらい俺にも備わっていると思う。だから俺は精神的な欲求としてカタカナに触れたいと思うことがあるんだ。サクヤ、ごめんなさい。今俺が言ったこと全部忘れて。俺は今まで通りの生活ができればそれでいいんだ。サクヤ、ちょっと待って。逃げるようにベッドから降りようとしたサクヤの袖をつかむ。びっくりと、サクヤの肩が瞬間的に震えた。私、サクヤのこと好きだよ。え？家族としてじゃなくて。うん、先に告白するのはこちらからなんですね。一人の男性としてあなたのことを好きになったの。サクヤの瞳が揺れ動いている。ひどく動揺しているようだった。だからいいよ。ん？サクヤの好きにしていいよ。カタカナ。サクヤの手がゆっくりと伸びてくる。私の方に触れそうになる手前、空をつかむようにそれは静かに下ろされた。ダメだ。え？カタカナはきっと思い違いをしているから。思い違い？カタカナが好きなのは俺じゃないよ。ん？俺じゃなくて俺の中のハルキに恋をしているんだ。サクヤは悲しそうに目を細めた後、わずかに口の端をゆがめた。笑おうとしているのだろうけど、うまくできていなかった。カタカナがそれを理解した上で俺を求めるのなら、俺はそれに答えてもいい。君が俺の中のハルキを望むのなら、俺は自我を抑える努力もするよ。だけどカタカナが自覚できていないのなら、俺を好きだと思い込んでいるのなら、俺は君に触ることはできないし、触りたくない。なんかね、本当に我慢しているっていう感じですよね。カタカナはどっちなの？静かだけれどはっきりとした口調でサクヤは問う。サクヤの問いのどちらにも私の答えは見つからなかった。ねえ、私ハルキじゃなくてサクヤ自身のことが好きなんだよ。どうして私がハルキのこと好きだと決めつけてるの？カタカナははっきりと言えるの？ん？サクヤの存在を完全に無視した上で俺を好きだと言い切れる？ハルキを好きになった経験の延長で俺のことを好きになったんじゃないの？それはわからない。そう言われたらわからなくなる。どうなの？ごめん。正直に答えると私もわからないの。サクヤ自身のことが好きなのは確かなんだけれど、まあこれはね、元彼とかね、今まで出会ってきた人たちの影響でその人のことを好きになると同じと捉えるわけにはいかないんでしょうか。ハルキのことを好きだったからこそサクヤを好きになった可能性はあるかもしれないんだ。無意識のうちのことだから本当にわからないの。まあ理屈でね、理性で説明しきる場面ではないかもしれませんね。でも仮にそうだとしたら私はどうすればいいの？ハルキのことを完全に忘れることはできないよ。亡くなった人のことを忘れることはできないよ。まあそうね、そうやって心の中では生き続けるものですからね。うん、わかるよ。まあだからこそサクヤくんとハルキくんは別物なんじゃないかなって思いますけどね。心の中で生き続けてるのがハルキくん、目の前にいるのがサクヤくんっていう気もしますけどね。だから私はサクヤが望む答えを持っていないの。サクヤのどの問いにも答えることはできないんだ。
じゃあ。昨夜は一度口をつくんだ後、真剣な顔で私をまっすぐ見つめた。月明かりだけが淡くたなびく薄暗い部屋の中、昨夜の青い瞳に覚悟の色が灯る。もう一度聞いてもいい？ん？カタカナは俺のことなんだと思ってる？以前と同じ問い。そうして私が答えるより先に、昨夜はさらに問いを重ねた。カタカナは俺を人間だと思っている？それともアンドロイドだと思っている？そのどちらかで答えてほしいの？うん、どちらか教えてほしいんだ。普段はあまり誇張に変化のない昨夜の声が分かりやすく緊張している。昨夜にとってこれがとても大切な質問であることがひしひしと伝わってくる。だから私はきちんと考えて、きちんとした答えを出さなくちゃならない。昨夜は、なるほど、ここで選択肢ですか。まあ人間かアンドロイドかってところですけどね。まあでも、うん、まあ普通に考えてと言いますか、ここまでの流れを汲み取るとね、まあ嘘をつくのが一番良くないのかなと思います。まあ人間ではないですからね。まあアンドロイドですから、本当のことを言ってあげるのがいいかなと思うんですが、どうなんでしょう。視聴者の皆さんはどう思いますか。まあ私はここはアンドロイドという選択肢を選ばせていただきます。昨夜はアンドロイドだよ。うん。まあ嘘じゃないからね。しっかりと昨夜の両目を見つめて答える。まあそのね、アンドロイドとしての昨夜くんをね、認めてあげるのがいいのではないかというのが私の出した答えなんですが。見た目や行動がどれだけ人間のようでも、人間に近い知能や感情が備わっていようとも、昨夜は人間ではない。人工的な臓器と機械で構成された人型のロボット。アンドロイドだ。まあ、それが現実ですよね。うん。わずかに目を見開いた昨夜が小さくうなずいた。俺は人間じゃないよ。うん。俺の体の中のどの部分にも小さな機械が埋め込まれているんだ。うん、知ってる。見たことあるもん。まあね、お父様が近くで作業をしていましたもんね。味覚もない。そうだね。視覚と聴覚も少しおかしいし。うん。たまに空気読めないみたいだし。それはアンドロイドとか関係ないよ、多分。そういう冗談も挟んでいくんですね。まあでもこうやってね、欠点も含めて愛せるかどうかっていうのがね、本当の愛かどうかっていうところもね、なんか人間同士の恋愛と共通する部分ですよね。あと、ん？俺はどうしても子孫を残すことはできない。きっとカタカナの本能を満たすことはできない。まあ動物的な欲求としてはそうなのかもしれませんけれども、まあ子孫を残すことがね、リスクになっていく時代かもしれないって思うと、まあこういうのも選択肢として増えていくんじゃないかなって気もしますよね。まああとはね、セクシャルマイノリティ向けとかにこういうね、アンドロイドとの恋愛っていうのは普及していきそうな気もしますよね。生殖期間がないとしてもっていうところもね、ポイントになってしまいますが、どうなんでしょうね。うん。それでも俺のことを愛してくれますか？うん。大きくうなずく。人間じゃなくてもいいの。アンドロイドである昨夜のことを愛しているの。まあね、このアンドロイドを恋愛対象とするっていうところもセクシャルマイノリティから始まるのかもしれませんけどね。アンドロイドとセックスできるのか。真のその問いの真意を私はようやく理解した。ハルキと昨夜の決定的な違いを提示した上で、私の覚悟を試していたのだろう。まあ、シン君もね、きっとヒロインに思いを寄せてきただろうに、そういう風に言ってきたっていうのはね、彼の優しさでしょうね。まあ、このヒロインの真の幸せを願っての言葉だったんでしょうね。人間はロボットとは恋愛も結婚もできない。幼い私の持論は、昨夜という存在をもってたやすく崩された。私はロボットに恋をしたのだ。カタカナ。すっと昨夜が目を細める。包み込むように昨夜の両手が
首の後ろに回る。映画のワンシーンのような静かな一泊の間を置いて。私は初めてアンドロイドとキスをした。キス自体初めての経験だった。ファーストキスになりますね。このスチルね。薄暗い部屋がリアリティを表していますよね。だからこの感覚が人間とのそれとどう違うのか私には判断できないけれど、きっと昨夜はキスがうまい。この時がずっと続けばいいと思えるくらい私の心が幸福に乱されているのがその証拠だ。カタカナ。唇がわずかに離れて吐息が触れ合うほどの至近距離のまま昨夜がささやく。何回キスしていい？そういうこと聞かないで。カタカナの体触ってもいい？聞かないでってば。セクハラしてもいいの？その聞き方空気読めてない。好きにしていいってさっき言ったよね。俺もわがまま言っていいってカタカナ言ってくれたよね。そうだね。じゃあそうします。昨夜の体がもたれかかってきて、そのままベッドの上に沈み込む。大人な感じですね。人生二度目のキスはめまいを起こしそうなほど深くて甘かった。この甘さは味覚として昨夜くんにも伝わっているんでしょうか。さあそしてどうなっていくんでしょう。朝になりましたけど、カタカナと朝を迎えたところで、一番心地のいい日曜日の朝を迎えたところで、大変いいところであるのは承知の上ですが、今回はここまでとさせていただきましょう。人間かアンドロイドかということよりも、とにかく純愛ですよね。温かい気持ちになりつつ、引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況のコンセプトでやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。